ある新館スーさんを皆様にご紹介したいと思います。ここの屋台は24時間やってるんですよ。夜中でも食べれるんですけれども、1日何回もお店が変わるんですけれども、今は夕方もう6時なので、ちょっと夜の部の屋台が出てるんですけれども、屋台村がすごい短いので、多分50メーターぐらい、わかんない、100メーターぐらい、なんかもうとにかく100メーター以内ぐらいの距離しかないんですよ。その距離の中で美味しい屋台がすごく凝縮されてるような感じなんですよ。なので地元の方もすごく買いに来たりするので、私も大好きでよく来ます。ではそんな新館スーさんの屋台は一体どんな感じなのか、ちょっと見てみましょうか。行ってきます。炭火焼きですよ。炭火焼き、じゃあいろいろあります。そしてですね、シェンソーチーです。台湾の唐揚げです。こういうマーヨー系は台湾の女性が大好きな食べ物です。体が温まるので夏も食べてる人多いんですよ。冬はもちろんですが、そしてここ私よく来ます。デザート系のお店です。でですね、コアパオです。はい、台湾のハンバーガーみたいなものですね。コアパオの中の豚肉がめっちゃ美味しいんです。ちょっと買ってみましょうか。買ってきました。見えますか、中に豚の角煮と酸菜ですよ。見えます。はい、この酸菜はやっぱり台湾の方大好きなので、あとピーナッツが入ってます。そしてですね、香菜が入ってますね。ダメな人はブヤー香菜って言えば大丈夫です。私は香菜大好きです。台湾のハンバーガーをいただきます。おいしい。ピーナッツが香ばしいです。お肉も美味しい。臭豆腐です。私の大好物です。めっちゃいい匂い。この匂いたまんないんです。もう半分なんですよ。早いですよね。多分早足で歩けば何分、早足で歩けば1分でここまで、30秒くらいで着くかな。半分来たところで有名なガチョウ料理屋さんがあるんです。このウーローがめっちゃ美味しいです。ウーローのお店です。ここ有名です。ガチョウが好きな方は絶対おすすめのお店です。はい、じゃあさらに行きます。あ、牛餃子屋さんありますよ。結構並んでます。美味しいのかな、私買ったことないんですけど、今度ちょっと食べてみようかなと思います。あと韓国料理屋さん、ここのビビンバが美味しいんですよ。日本人のお友達に教えてもらったんです。ここの、はい、ビビンバが美味しいです。そしてツーチャオファン、豚足のご飯とかパイクファンもあったりするんですけど、でマーラータンとか人がすごい好きな食べ物なんです。豆腐とかあともつを入れて辛いタレで煮込むんですよ。めっちゃ美味しいです。はい、まずもつの麺線ですね。日本の方が大好きなもつの麺線です。
塩水鸡，めっちゃおすすめです。すごい美味しいです。こんな感じなんです。すごいヘルシーなんですよ。実はですね、私ダイエット中によく食べます。自分で好きなものをこの中に入れます。自分でトングを持ってこうやって入れる。ちょっとブロッコリーを。このロンシュチャイっていうのはヒゲみたいな野菜で美味しいです。ウェイラー、鶏のもも肉にしてもらいました。ウェイラーって言ってちょっと少しだけ、辛くしてもらいました。もう本当にこの塩水チっていうのは出たらやっぱりこれも食べてほしいもの多いですね、はい、これも絶対食べてみてください。はい、出たこの鶏のもも肉です。新鮮な感じで柔らかい感じで美味しいです。はい、ロンシュチャイですね。これは日本にあるのかな、ちょっとわからないんですけど、ロンシュチャイもおすすめです。うん、シャキシャキしてて美味しいです。甘い感じの野菜です。ここでもう終了なんですけれども、ちょっと U ターンして戻る感じで行きます。はい、うどん屋さんもあったり、はい、おかゆ屋さん、海鮮がゆ、本当に短いので、短い中でたくさんの屋台があるし、本当に美味しいお店だらけなので、なんだかんだすごい時間は潰せるんですよ。そんな感じで、あっという間に新光スーさんの屋台を巡るのがそろそろ終わろうとしている感じです。すごく早いんですけれども、でも一個一個のお店が本当に美味しいので、そんなにあっという間って感じもしないんですけれども、いかがでしたか。24時間やってる新光スーさんなんですけれども、多分どこの屋台も長くやってらっしゃる屋台なので、多分外れはないと思うんですけれども、はい、ちょっと短いんですけれども、でも夜中もやってるので、もしご旅行に来られた時に夜眠れないな、小腹が空いたなと思った時にぜひ来て美味しいものを食べてください。新光スーさんの裏道に来てるんですけれども、ちょっと行きましょうか。占い、こういうところ結構当たるのかな、ちょっと気になるよね。なんかすごいですね、こういう宝石も売ってます。やっぱり朝一なのかな、朝に空いてて夕方から結構休むのかな。台湾のネイルサロンですかね、ネイルサロンとかあったりとかします。なんか結構人も増えてきましたね。これ蝶とかありますよね。このミーペンタンが美味しい。シンプルのミーペンタン、最高に美味しいです。すごいみんな食べてますよね。なんかもう夕方なのでお腹空いてる時間ですかね。まあ、ここ私がよく、はい、子供の服を買いに来るお店なんですけれども、めっちゃ安いんですよ。100元とかですよ。ちょっと見てみましょうか。ほら1枚100元。これとかも普通に100元ですよ。めっちゃ可愛いですよね。後ろがこんな感じでセクシーな感じ。
すごい安いんですよね。これも100元ですよ。これこれ素材良さそう。サラサラ。これ100元なの。見て、肩が出る感じでかわいい。この通りもすごい穴場なんですよ。あんまり人がいなくって、昔からある通りで、私は結構好きでよくここでブラブラしてます。お、見てください、台湾のミーチェ。これドライマンゴー出た。マンゴーチン、マンゴーチン大好き。並んでます。いつも並んでるんですよ。台湾ドーナツ、すごいシンプルなんですけれども、これがめっちゃ美味しいんです。いただきます。美味しい。また日本のドーナツと違うんですよ。このドーナツも美味しいけど、これはこれでまた別物ですかね。ちょっとなんか周りのお砂糖もなんかマイルドな感じ、甘すぎないで、そしてこの揚げたてなでサクサク感もあって、なんかこのシンプルな感じがやはり人気のようです。よろしくね。グッドボタン押してください。バイバイ。